はい、おはようございます、本日はですね東京へ来ました、この後ろ東京駅着いたんですけども、隣にね嫁がいてるんですけども、ちょっとテンションが下がっております。なぜかというとグミッツェルに行けなかったからということで、念願のねグミッツェルというお菓子を食べたかったらしいんですけど食べれなかったということで、ものすごいテンション下がってるんですけども、これから東京やっていきたいなと思います。ではレッツゴー。はい、ということでポップアップ会場到着しました。こんな感じでーす。今何もない。あ、嫁さん映るよ。映らない。こんな感じのね、ところから佐川が来るのを待ってます。佐川来たらね、ディスプレイの準備をしたいなと思いますので、もうしばらく休憩しましょう。朝ということで、昨日はちょっとイタリア行ってんな、夜はね疲れましたけども、今日が本番初日ということで、本番初日にしてはものすごい疲れてますが、頑張っていきたいなと思います。もう最近はね髪の毛をセットしないという状態でね、皆さんに会うということなんで、これがどうなっていくかちょっと分かりませんけども、そんなことでねラーメンを食べてから行きたいなと思います。これからも動画を続けていただいて、ぜひ私たちの活力になりますので頑張っていただきたいと思います。応援してます。楽しかったですね。ちょっと緊張しちゃいましたけどもう単純に感激しました。YouTube に出てる人と生で会える、そうですよね、実際に映像で見るのとお会いするのと、はい、すごい素敵な人です、はいはい、あ、本当ですか。映像よりなんかかっこよかった小顔小顔で今日はありがとうございます。楽しかったです。またポップアップの時は来ますのでよろしくお願いします。本当になんかテレビの人がいるみたいな、芸能人の人に会えたんかなみたいな感じで、なんかすごいびっくりします。でもなんか雰囲気とかもすごい、なんか動画の中でクローゼットが上がってて、それの雰囲気となんかすごいちょっと似てて、なんかすごい良かったです。デート Vlog ですかね。あ、デート Vlog、 そうですね、いいですね。楽しいですよね、見てる。ほんとバラエティ番組見てるような感じで、ね、見てます。ほぼ芸能人って僕はバイク動画が最近好きで、楽しみにしてます。タイミングでバイク買ったんで。買えたので良かったです。良かったです。ありがとうございます。そうですね、本当にもう2年前から動画見させていただいて、今も楽しみに動画を待っているので、はい、1本でも多く上げてくれたらなと思うのと、まあ、お体を大事に、はい、そうですね、頑張ってほしいなっていうのが、もう3年前から楽しみにしてました。本当ですか。結構いろんなお客さんいっぱい来てて提供してて楽しかったです。角蔵さんの顔がすごいちっちゃくてびっくりしました。角蔵さんは実物がすごい大きくて、あ、そうですよ、実情、はい、で気さくな方ですごい話し合ったので、やっぱイメージ通りというか、はいはい、角蔵さんのおかげでのスペースの服めちゃくちゃ増えたので、あ、本当ですか。これからも動画楽しみにしてますので頑張ってください。ありがとうございます。
もう本当に動画のままの人柄というか、はい、もう本当にいいもう人柄でお二人とも、もう本当にあの実際今日お会いできて、初めてお会いできたので、はい、本当によかったです。本当にまたもう頑張ったり、これからもずっと頑張って動画出してほしいなと思ってます。はい。はい、はい、おはようございます、3日目の朝ということで、まあ、ポップアップは2日目ですね、昨日ね楽しかったんですけどちょっと疲れがきててね、顔がむくんでおりますね、お二人とも、はい、まあ、君はモザイクだからあんま分からないですけど、僕はむくんでて同じぐらいむくんでますよ、うん、では昼ご飯食べてね、解除いきたいなと思います。到着、2日目頑張っていきましょう。山田さんはレジ金を合わせてるのである。いつも動画見てます、これからも応援してますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。と大阪と名古屋で、あ、そうです、両方とも、はい、3都市目、はい、ありがとうございます。すごいフレンドに接していただいて、はい、こちらもすごく話しやすかったです。いつも動画で見てるんですけど、ちょっと緊張してなんかあんまりよく喋れなかったんですけど梅蔵さんが先に話しかけてくれて非常にあの、はい、本当にあの2つで、まあ、本当に両方ともあのいい人だなって思いました。楽しかったですね。あ、はい、それでもありがとうございます。いや、すごいあの繁盛してて、はい、本当さらっと入れるかなと思ったんですけど、そうですね、結構お待ちいただいてすみません、結構すごい待っちゃって、はい、いやでもすごいあのこちらも回させていただいたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。サックゾーさんの印象は、はい、肌がめっちゃ綺麗でした。わかります。で、結構イケメンで、はい、嫁蔵さんもすごい綺麗で、はいはい、あのすごい話しやすかったです。拓蔵さんはもう本当いつも見てる動画の拓蔵さんのまんまで、はい、初めて嫁蔵さんとも接して非常に楽しかったです。またこれからも応援してますので頑張ってください。拓蔵さんはやっぱ動画で見るよりイケメンで、すごい肌も綺麗で、はい、そこ前でお写真も撮っていただいてすごい嬉しかったです。あ、よかったです。拓蔵さんも、はい、すごい生で見れて嬉しかったです。ということです、はい、すごい可愛らしい方だなって思って、ツーリング動画とかまた楽しみにしているので、ありがとうございます。そうですね、今回こういうのは初めてだったんですけど、あのずっと YouTube であの撮ってくれていたので会えて嬉しかったです。これからもあのずっと動画を見るので、あのたくさんあげてほしいなと思います。いろんなものが置いてあって楽しかったです。優しそうな感じで、また楽しかったです。いっぱい買っちゃいました。本物ですか？顔がすごい2人とも小さくてね。そうですよね、話しやすくて、初めてお会いした時顔ちっちゃが、の動画見てるんで、それからもいっぱい載せてください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、あの拓蔵さんも嫁蔵さんもずっと YouTube で見てて、あのすごい憧れている人たちだったので、はい、まず会えたっていうのもすごく嬉しかったですし、はい、ボディバッグも今日買わせてもらって、はいはい、すごく欲しかった商品なので大切に使いたいと思います。ありがとうございます。もう本当に身長フラットを拓蔵さんされてて、爪、はい、もかっこよくて、拓蔵さんも可愛くて、はい、本当に動画で見てる通り
はい、印象でした。拓三さんやっぱでかくて細くて硬くて、でもめっちゃ温厚でした昔から見てて、はい、結構やっぱ優しい方、はい、そのままって感じ、柔らかい感じ、そうですね。あ、じゃあそれも一つください、はい。はい、3日目でございます。3日目じゃなくて4日目でございます、最後ね、帰るだけなんですけど、その前に中目黒のね、桜見に行こうということで、中目黒へ来ました。まずは昼ご飯でね、世界が認めるハンバーガーみたいなとこ行きたいなと思うんですけど、それ終わってからサクッと桜見て帰りましょう。はい、ということでね、行ってきました。ハンバーガー美味しかったよね。美味しかった、美味しかった。人気のとこみたいだったからね、なかなか並んでましたけど、で、中目黒の桜もやばかったよな。綺麗だった、めちゃくちゃ綺麗やって、今まで多分一番綺麗やったかなと思いますが、人多い理由がね、分かりました。今ね、新幹線で、東京駅行ってますが、今から大阪に向かって帰りたいなと思います。そこでね、エンディング撮りたいなと思います。では新幹線待ちです。はい、ということでね、無事戻ってきました、大阪へ。ただいま、ね、エンディングはね、僕喋りたいことちょっとあるんで喋っていくんですけども、今回はね、いろんな方に来ていただいて本当ありがとうございました。遠い方だったら長崎とか、あとは兵庫から飛行機で来たとかね、いろいろ、まあ、遠いところから来ていただいて、もちろん近くの方もね、ありがとうございました。ほんまにトイレ行く時間すらなくて、なんとかまあトイレ行ったんですけどもね、来ていただいてありがとうございました。嫁蔵さんから何かありますか？いや、本当にたくさんありがとうございました。楽しかったです。はい、次はね、北海道で、開催しますので、5月の28、29、来ていただければなと思いますが、ちょっとこんな足早でね、エンディングしたいなと思います。ということで本日はですね、東京ポップアップに行ってきたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。